県内のさまざまな課題を解決するため、大学生たちが独創的な政策を提案するコンペが、きょう県庁で行われました。きょうは、県内4つの大学から6グループがコンペに臨みました。平成24年から始まったコンペでは、政策の独創性や実現可能性などが審査され、特に優秀な提案は県によって事業化されてきました。発表されたのは、県内で働く人を増やすために、中小企業と学生が昼食を取りながら面談できる機会を設ける案や、消滅が心配されるアワやキビなどの伝統的な作物を休耕地で栽培し、農村を元気にするプランなど、ユニークなアイデアばかりです。審査の結果、最優秀賞には、大きさなどが規格外で出荷されない果実を余すことなく使い商品化する方法を提案したグループが選ばれました。最優秀賞になるので非常に光栄です。皆様の口に美味しいものが届けられるように事業化された際にはぜひ頑張ろうと思います。